もスキンヘッドカメラのバンマジクです。はい、こちらはですね、万栄競馬のメインレースを吉本芸人のスキンヘッドカメラが予想していきます。100日目までに収支 100% いかなきゃ罰ゲームっていうのやってたんですけど、やってましたよね、まあ、1個も当たらなくて 100% どころか潔いですね、逆にね、変に当たるよりね、なんかダメなんだけどね。もう絶対罰ゲームやった方がいい。いろいろ罰ゲームをね、こうコメント欄とかツイッターとかにいただいてね。あ、そうなんだ。こう、水に打たれてこいとかね。はい。滝に打たれてこい。それで、それでお願いします。リアルスキンヘッドにしてこいとか、いろいろ。これがそってあげるよ。いただいたんですけど、やっぱ万栄競馬に関するものがいいと思って、その万栄競馬の騎手の勝負服を全部書いてくださいみたいなのがあったんですよ。勝負服？はいはいはい。なるほど。それをちょっとプラスさせてもらって、すべての騎手の勝負服と似顔絵を描くことにしました。あ、俺の先生じゃん。さあ、なるほどね。しっかり勉強し直しなさいみたいな。そう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 。それはいいかもしれない。で、やっぱ20人今いらっしゃるので、1日1人書いて、20人書いてきた。20日間？はい。それさ、似顔絵、あ、書いてきたんだ。書いてきました。でもさ、それさ、似顔絵書く時間でまた予想の精度が下がってるんだよ。いや、大丈夫。騎手のことを思う時間で、やっぱりどんどん精度が上がるから。そうですか。今日はね、あ行からなんで、赤塚健二ジョッキー。うわ、すごい、赤塚ジョッキーです。はい。あ、そうですか。じゃあ見せてもらおう。絵はちょっと上手い子じゃないですか、一生懸命、はい。こちらでございます。あ、これね、あのね、視聴者の皆さん、これね、岡本相当頑張ってます。僕もっとひどいのを期待してたけど、そうよね、やっぱ失礼しちゃいけないから。頑張りった方ですか、これ頑張ってる方だと思います。やっぱ特徴難しいんだけどね。難しいけどね、はい、唇とか結構特徴あって、あとはね、まだまだ爽やかなこのね、そう、髪のイメージ。優しい感じ。優しい感じなんですよね。はい。あ、これもね、まあなかなかよろしいじゃないでしょうか。もしかしたら書かれた方が罰ゲームになるんじゃないかと思ってたから。僕はまあ罰ゲームじゃないっていうか勉強し直しもあるし、ね。すごい頑張ってると思います。はい。はい、じゃあこれをまだね、あと19日間続けて。続けます。よろしくお願いします。はい、では、今回の予想いきましょう。はい。今回はですね、1月30日メインレース、白林馬事公園特別でございます。はい。はい、僕の本命は5番の甲州半海です。お願いします。はい、これもう本当に、毎回言ってますが、適当じゃなく、前回の帯広記念見てもらったら分かると思うんですけども、大逃げで言ったら、まあ先行してずーっと行きまして、もうぶっちぎりの一着まであと少しだったんですよ。本当にあと一歩だけだったんですけど、残り50センチで止まってしまっただけであって、まあ結果は4着だったんですけど、あのまま逃げ切ってでもおかしくなかった。ババ水分が 0.1% 高ければ、そのまま行けてた。長くない？はい。というわけで、ここで、あのレースを見て、むしろまた単勝復活させなくなった。単勝500円、副賞1000円。はい。あとはですね、いや、もういいなの、もういいなの。時間もあるからさ。はい。はい。僕はね、目白剛力にしました。はい、これはちょっと筋量がね、25キロ。はい、俺の心からね、軽いんで、はい、若さも加味して、こちらを本命にして、はい、相手が8番の副賞マカルと10番の俺の心を入れて、はい、3から馬連複80、流しで500円。はい。はい。お友達さんの連敗記録どこまで伸びるんでしょうか。はい。それでまた明日お会いしましょう。さよなら。